キャニオニングキャニオニングは、登山の沢登りとは逆に渓谷を下っていくことを目的とする。ザイオン国立公園でのキャニオニングロッキー山脈でのキャニオニング特別な要素を用いない、沢遊びもキャニオニングと呼ばれる。また、本来のではアクセスが容易でない場所に入るため、地図とコンパスを用いたナビゲーションスキルやその他の野外活動スキルを要する。 キャニオニング発祥の地とされるヨーロッパではバックカントリーのようにレジャーとして個人で渓谷内に入る人もいるが日本国内においては商業化されたキャニオニングツアーが主流アクティビティ予約サイトなどではシャワークライミングと混同されることが多いが概要の通りキャニオニングは下りを主とするスポーツであり沢登りをアクティビティ化したシャワークライミングとは基本的には 目的が違う。ただし、現在日本で一般的なキャニオニングは簡単な飛び込みやスライダーなどの要素を楽しむアクティビティ化された商業ツアーが多く、中にはシャワークライミングの要素を合わせてキャニオニングと呼んでいるものもある。1870年代ヨーロッパで現在のキャニオニングのルーツと言えるものが行われてきた。1930年代クロロプレンゴムが 製造され始め、1960年代頃から、レジャー用ウェットスーツが一般化するとともに、フィールドが増える。1980年代、コードレスハンマードリル普及によるアンカーリングが容易になり、ガイドブックが編纂されたことにより多くの人が楽しむようになる1999年夏、スイスでキャニオニング中に21人が死亡する事故が発生、皮肉にもこの頃より、 キャニオニングの認知度が高くなる1998年、ニュージーランド人のマイク・ハリスによって日本キャニオニングがスタート。群馬県みな町を中心に徐々に全国各地へ広まる。2010年、ガヤの夜明けでキャニオニングが紹介され、一気に人気が爆発。全国へ広まるキャニオニングは、基本的にバックカントリースキーや沢登りと同じようなアドベンチャースポーツであり。 常に危険を伴う。特に水量の多い渓谷や、普段は少ない渓谷の増水時などは反転流やホワイトウォーターによる浮力不足など水難事故が起きやすいので注意が必要。また、キャニオニングの対象となる渓谷があるような地域は大きな病院などから離れている場合が多く、また近かったとしても怪我をしてしまった場合には容易に脱出、搬送ができない場所が多く、上りを、 主とする沢登りと違い増水などにより容易に遭難する可能性もあるため基本的には訓練を積んだ専門家と行くことが推奨されるが全国レベルでの資格が整備されていない日本においてはガイドが信頼できるかどうかを消費者が判断することは難しい。ありがとうございます。